ん？なんて言えばいいん？皆さんこんばんは。皆さんこんばんは。こんにちは。おはようございます。神田農園でございます。ございまちゅ。今から収穫を始めます。何本いるかな。家とバチャムと、え、大きい。あ、ちっちゃいな。もう葉っぱはいらんね、うん、年末年始用の野菜を。年末年始用、これもう使いのやつはちょっと持ってこう。こんな出せんやつは、うん、まあ、いいや、ね、うん、大粒食べるようです。そうです。おばちゃんは立派なやつと思ってこうかな。でかっ。大きいね。でかっ。じゃあ大根は完了です。ビーツはもう、え、ビーツ取るの。あ、家の前に置こうか。じゃあちょっと家の前で売る用の野菜も全部持っていこう、うん、無人販売です。どうしようかな。ちっちゃいのはいっぱい入れよう。なんかさあ、それぐらいでいいんやね。ね、うん、それぐらいでちょうど、それぐらいで集めていこうか。ナースとかあるかな。かわいい。間引きしてないよね。うん、まあまあ、いいね。ちょうどこれぐらいが食べ頃やん。ね。もう洗わずに。ちっちゃい、これかわいい。いよし、じゃあ大根は終わりです。はい。絶対ブレブレなったよ。大丈夫大丈夫。次はビーツを取ります。でビーツもこれ間引きしないやっぱあれだね。なんで取らんの。多いやん。まだちっちゃいかな。ちっちゃい。うん、間引かないんだよね。ネギサンタも見て帰ろう。これは何、無人販売用。うん、無人販売で置くけど、こんなんじゃない。ちっちゃいね。来年もう種まきの段階で、うん、もう筋巻き地やけど間隔がっつり開けていいかもね。間引こう。何、今から間引き。うん、間引きで、もうこれ収穫じゃなくて間引きします。マギとかと来年でいいのが取れんくなるもんね。今これいいやつを取りないですよ。悪いやつを取ってます。いいのがあるけどさ、大きくなりきれん。ちょっと今年はビーツ手抜きしすぎてました。そんなもんよ。もうお母さんに負担をかけすぎたね。間引き。間引くにしても間引くとこが多すぎる。本当一粒から何結構出とね。うん、3、4本出とる。それいいよ。なんかダメな。うん。あ、まだ大きくなった方がいいけどね。うん。もうこんなんでももう一箇所から3本がいる。あ、本当や。はい、ビーツはこれはもうどうにかします。もう一箇所からこれだけ出とけ。あ、本当や。すごい。よし、じゃあビーツは終わりです。次は次はおでん大根を取ります。おでん大根できたか。できたよ。
今野菜セット出したの。はい、取ります。これおでん大根。あ、おでん大根じゃない、ベニサンタ、サラダ大根ベニサンタです。初めて見る。これね、みずみずしいで、めっちゃサラダ向き。美味しい。美味しいよ。多分ゲニーちゃんこれ好き。ほんとね、ほんとね。かつお節と、あの細く切るや、うんうん、でかつお節とかけて食べたらめっちゃ美味しい。でも綺麗やね、これね、うん、色が。クリスマスシーズンとかも良さそうやけどね、うん、よいしょ、まあ、家の前で売れんやったらお家で食べよう。こんな感じ。よいしょ。これも株間がちょっと近すぎるね。もうちょっと大きい方がいいやね。これぐらいの方がいいんじゃない？よいしょ。これがこれでこの太さ、うん、いや本当はもっとこんぐらい大きくなる。 2倍3倍ぐらいまで。うーん、サンタロウ大根の 赤バージョンやけ。うん、ようわからん。ベニサンタっていう。でサンタじゃ、サンタクロースのサンタ。まあそれとかけたのね。うん、赤い剣。ああそういう意味じゃなくて。違う。まあでもサンタロウ大根っていうのが、うん、こうちっちゃいミニ大根ね。で赤い剣ベニーサンタってなんかサンタクロースっぽくとような気もするよね。なるほど。知らんけど。適当なことばっかり言うんよ。知らんけど。本当。ジロバさん。はい、じゃあ次はホムデン行きます。ホムデン、はい、正式にはホムデンホムデンとあります。遠立ちした分もあるんで、うん、あれこれ色が赤くないやん、うん、あ多少はね、うん、これ遠立ちしたらもう硬いんで、これはもう選んでね、これももうこうやってなったのが。でも葉っぱがね美味しいと思うよ、うん、年越し用のネギの代用品として食べますか。ケージは取った？取った取った。よーい、こんなもんでいいかな。タイさんね、タイさんのホッペン、ハンペンハンペンよし、はい、はい、以上で、次がお母さんブロッコリー取った？ブロッコリー取っていい？はい、じゃあ次ブロッコリー取ります。あ、包丁は？ちょっといらん、出荷用じゃないんで。はい、はい、じゃあこちら、はいはい、左側ご覧ください。はい、こちらニンニクです。ニンニクのカテイという品種で、福岡の有名なお好み焼き屋さんの金菜屋さんに、え、金菜屋？あ、そうや、金菜屋さんです。福岡県で行ったことある方はいいねボタンをお願いしますあちらに見えますのが、枯れてしまったけど12月に植えたジャガイモです。こちらのジャガイモはですね、種芋を作って栽培してます。まあ、ちょっとこれ12月植えでどんなもんかちょっと見てみましょうか。来年の種芋用ですよ。およし、いいね。これはあくまでも種芋用なのでご了承ください。でもたった1ヶ月足らずでこんだけ種芋として十分な大きさが確保できますのでいいですね。うん、いいね。こんな感じです。これは品種は何だっけ、ベニサンタ、あ、違う違う違う、何だっけ、ドアスレした。お母さんこれ品種の名前何？ドアスレした。ベニサンタ、あ、違う違う、何だっけ、アンデスレッドです。はい、適当なのばっかり言うの。これも正月の、縁起のいい紅白でね、これが食べようと思います。せっかくやけどね、バッチリよね。1ヶ月経たずにこれ、ね、うん、あ、いい香りする、うん、雪でダメな、うん、よし、はい、じゃあ次
ブロッコリーね。はい、じゃあこちらブロッコリーはですね、お母さんが育てているブロッコリーになります。ちょっとちっちゃいですけどね。よいしょよいしょ。はい、こんな感じです。もうこれ肥料もいいね、美味しそう。茎も美味しいよね。ね、肥料使ってないんで、肥料使ってないでこんだけできればね、家で食べるよとしてはバッチリじゃないですか。どうですか。おお、うまそう。ね、これちょっとこの紫がかったのはアントシアニンがいっぱい入ってますので、直売所とかスーパーね、見た目悪いけど栄養価はめちゃくちゃいい状態なので、ぜひねこういうのを選んで食べてください。あと何個、あともう一個取ろうか。何個、まだちっちゃいかな、うん、これがこの辺、これが大きいんじゃない。これ取ろうか、うん、こっちも大きい。どっち、あこっちや、うん、よいしょ。ちょっとまだこの辺は硬いけ、もうちょっと切った方が良さそうで、うん、僕が包丁をね持たない理由は、この顔で包丁持てたら捕まるので僕はいつもハサミで納得収穫してます、はい、こんな感じでバカ殿やいい形やん。はい、こんな感じです。おいいね、ほらアントシアニンたっぷり、うん、おいしそう、うん、いいね、グッドグッド。はい、もうこれでおしまい。で次はもう一回戻って重たい系白菜を、はい、最後食べたいと思います。ほんとここのじゃがいもこれだけで何個ぐらい100個以上はじゃがいも工夫できるんで、ブレブレなってない。大丈夫と思う。まあこちらニンニクは今のところ上がっていってると思います。失敗するとこい。うん。まあ本当無駄にいるのね、やばいね。湧き水。うん、ちょっとね。はい、最後白菜取ります。え？まあ本当ね。ね。なんでかい？マッピーとかね、やっぱ。うん、今はちょっとだけ。お母さん、白菜もらうね。ああ。よし、じゃあ最後、白菜取ります。助かった。あら、カマどこ行ったよ。え？お母さん、カマも直した？さっき言うの、包丁終わってた。あ、そうなの。ちょっと白菜もらいます、ね、どれ行こうか。これ行こうか、うん、ちょっとこうやられてますけど、いい感じ、いい感じじゃないですか。あ、こっちから取っちゃおうっていうか、どっち、あの、こっちからこっちから、すみませんね。いいですか。よっ、はい、じゃあ切ります。よっ、入った、よし、よいしょ。でかっ、でも剥いたらちっちゃくなるよね。アブラムシもおらんねん、ほんと。ほんと、きれいやん。サメクジはおるかもしれんけど。サメクジはおらんねえから。おらん、うん、うん。あ、でもなんか、そんなにきれいじゃないよ。ほんとや。まあね。剥いてったらちっちゃくなる。おしんだけなるよ。防虫ネットせなダメやな。あ、でももうこんなに。もういいよ、いいよ、いいよ。よし、これはまあ自宅用なので OK でしょう。よし、俺思うけどさ、うん、これ食べるもんで、ね、こうやってするのなんかあんまりどうなんやろ ねだけど、あの包丁がいい。よし、もう立派立派、はい、いいじゃん、いいぐらいね、あんまり大きくなくて、うんうん、大きすぎたら、まあ、理想ではまだ剥きたいけどね。いいんじゃない。立派立派立派ね、いい感じ、うん、ですです。はい、
そしたらあとはこんなもんかな。もう自給自足余裕やね。よっ、はい、じゃあこちら、はい、ご覧ください、はい、全部で8種類違うな、1、2、3、4、5、6、7種類ぐらいですね。たった10分でこんだけ野菜が取れました。はい、じゃあ今年ました。で今年のね、年末最後は自分が作った野菜を食べて、来年に、来年ね、健康に1年やっていけるようにいっぱい食べたいと思います。はい、最後どうぞ。以上です。ご視聴ありがとうございました。終わり、バイビー。バイビー。重たい。はい。